ってね。そう、子供たちに喜んでもらうと嬉しいよね。子供の方が自由にできるかもしれないよね。いや、これだけ作るには大変だよ。いえいえ全部僕一人でやってるからね。一人でやってるんですか？一人。だってあのこれって図面も何もないから、あの例えば大工さんに指示したこういちいちこうやってくれっていうわけにいかないんですよ。彫刻だとそこにポンとこう塊みたいにしておくけど、絵をどんどん自由にこう空中に絵を描いていってるような。でも自分の想像でやってる。そう頭の中にあるものを形にするには自分しか作ることができないから。すごいですよね。まあ絵描きの発想なんですよね。だからね、線ってどん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 どこまでも伸ばせますよね。絵はそしてあの二次元にこう三次元的なものをキャンバスっていうところにこう投影するっていうか幻みたいなもんだから。キリン、キリンに見える。キリンに見える？この作品は何なんですか？これはね、僕は絵を描いてんだよね。ほら、絵を描いてるんだって。うん、だからこれ絵の具を塗ってる。絵の具を塗ってて。お空に線をいっぱい引いてる。そう、ここの下も行けるんだよ。この下も行けるんだよ。あ、こんにちは。すごい作品ですね。ええ。いつか作ってみたいって。ここいい場所だよね。とっても綺麗です。びっくりした？うん。いつ来たっけ？まだ全然できてない時？うん。はしごだ。うん。そこ登ってね、最初ここやっぱり背が高いからね、そこ登ってね上作ったの。へえ。うん。この場所はちょっと小高い、丘の上にありまして、狭い公園ですけども。木々に囲まれてまして、ちょっと小さな東屋があったり、杉村さん、ちょっとお名前難しいけど、明治の頃の新聞記者の方の、邸宅のお庭だったとこだそうです。うわ、ここ下まで続いてる。そう、下まで続いてるよ。公園内は、高台に向かって螺旋状に階段が渦巻いていて、この、回廊に僕は刺激されて、この渦巻き状にこの作品を、この丘に向かってこう中心に渦、スパイラルをの中心を作るような感じで作品を構成しています。大変だよ。疲れちゃったよ。地元の方のお話では、昔この場所には、観音様が祀られてたらしくて、僕は結構あの神社だとか、例えば京都の伏見稲荷のような、通過儀礼的なそういうものをテーマにしてまして、鳥居のようなところをくぐり抜けてこう回廊を歩き回ることによって、ある種の時刻巡りみたいな状態を作品の中に組み込んだりしていました。あのここに存在というか物質としてはあるけども、基本的には僕の頭の中にあるそういう形というか、本来これ線ってこう絵の場合は重力から解き放されたりとか、そういう自由な感じのものを僕は多分目指してるんだけど、これでも完成？うん、完成した。なんか最初アスレチックみたいだった。うん、なんか公園の遊具みたいでしょ。これ何にもないもんね。
でも何もないのもなかなかいいよね。物っていうかその物理的なものがあるとそこに縛られて勢いを出すのにすごく苦労するわけ。だからこう高いものを作ったりするときにしょうがないから足場を作ったりわざわざしなきゃいけないんだけど、これが無重力の宇宙ステーションみたいなところでやれれば本当に自由にこう解き放されたような気持ちになれるんだろうけど、でも無重力は無重力で多分絵なんか描いてられないぐらい大変でしょうね。さようなら。バイバイ。